次に岩本裕介議員の質問を許可します。岩本議員。皆さんこんにちは。今回質問の機会をいただきましてありがとうございます。通告に従いまして順次質問をしてまいります。よろしくお願いします。まず、1、枚方市の財政について、私は財政に関しこれまでも特に臨時財政対策債について質問を行ってきました。平成24年第3回定例会の一般質問の際、臨時財政対策債の借り入れについて少しずつでも抑制をしていただきたいと要望いたしましたが、その後どのような状況かお尋ねします。次に中核市での教育の取り組みについて、1、学力体力の向上に向けた取り組みについて、この議会でも何名かの議員から全国学力学習状況調査の結果を踏まえた質問がなされます。私の方からは学力向上に取り組むにあたり重要と考えているユニバーサルデザインの観点から質問をさせていただきます。現在本市はユニバーサルデザインの観点を踏まえた教室の環境整備についてどのように取り組んでいるかお聞かせください。次に中核市での教育の取り組みについて、教育人事権について、私は教職員の人事とは採用、研修、移動の3つの柱から成り立っていると考えます。3月議会で質問をしましたが、教育委員会は中核市になることの教育面の効果として、大阪府が行っている教職員研修を枚方市が行えることになり、本市の教育課題に対応した研修を行えることなどを答弁されていました。中核市になり8ヶ月がたち、実際に研修に取り組んでおられる中で、これまで教育委員会、府教育委員会が実施していた研修と比べてどのように変わったのか、そしてどのような課題が見えてきたのかお聞かせください。また教育文化都市枚方を掲げる中で今後の教職員研修の取り組みについてお聞かせください。次に住居表示について、配送業者や市民の方から枚方市の一部の地区の住所が分かりづらいという声を聞くことがあります。平成27年10月にはマイナンバーの一斉番号通知が予定されており、確実に通知を届けるためには分かりやすい住所、住居表示は大変重要であると思いますが、枚方市ではどのような方法で住所をつけているのかお伺いいたします。次にルツ家庭児童会の運営について、子どもたちの放課後の安全確認ということ観点からお伺いします。まずルツ家庭児童会室について、社会的に児童の放課後の安全確保が重要だと言われている中で、放課後児童会室に投出せず間違って下校してしまう事例もあるとお聞きしています。確実に児童会室に投出できるよう、特に年度当初まだ学校や児童会室に慣れていない1年生などに対してはより一層注意が必要です。児童会室での児童の受け入れの際、どのようなルールで安全確認をされているのかお尋ねします。次に審議会委員等の選任基準についてお伺いします。平成25年の枚方市事務概要によりますと、平成26年3月末現在で、時点で本市には65の市議会があり、その委員の総数は711名にも上るとのことです。これら審議会等の委員については、同じ方を選任しない等の基準を定めておられるかと存じますが、まず確認としてその選任基準とはどのようなものなのか、またその趣旨は何かについてお聞きします。最後に第5次枚方市総合計画について、これまでも多くの議員が疑問を呈してきたように、問題点は多くあるように感じます。昨日の木村議員の質疑にもありましたが、この基本構想の試案では、例えば12ページまでの序論の部分において枚方ならではといった考察が見られず、地方都市としてありきたりの内容で枚方という文字がなければ本市の基本構想であることがわからないのではないでしょうか。また13ページの基本構想1、目指す街の姿では、右肩上がりの成長を前提とした拡大型の施策展開を見直し、効率的にコンパクトな街づくりを進めると謳っているにもかかわらず、目指す街の姿のサブタイトルに拡大型の施策展開をイメージさせる、世代を超えてみんなに優しい街を掲げるなど、試案全体を通じて一貫性がないように感じられますが、見解をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。
北村財務部長。はい、枚方市の財政についてお答えいたします。本市では将来負担の軽減を図るため、平成24年度から減災基金を活用した地方債発行額の抑制を行っております。抑制にあたりましては、国が示す地方財政計画への影響を考慮するとともに、借入れ利率や借入れ条件などを踏まえ、地方債の中でも投資的事業にかかる地方債を優先的に抑制することが、将来負担の軽減を図る上で最も効果的であると考えております。そのため平成24年度と25年度では投資的事業にかかる地方債の借り入れを抑制し、臨時財政対策債については発行可能額通りの借り入れを行っております。石田学校教育部長。はい。2、中核市での教育の取り組みについてお答えいたします。はじめに1、学力体力の向上に向けた取り組みについてお答えいたします。ユニバーサルデザインを踏まえた教室の環境整備につきましては、小中学校の初任者を対象に作成しました小中学校初任者研修の手引きの中で、黒板の周りから不要な掲示物を取り除き、黒板に注目しやすいようにすることなどを、例示し、子どもが集中して学べるユニバーサルデザインを取り入れた学習環境の整備に取り組むこととしております。また各学校の校内研修や小中連携の合同研修会等において、外部の講師を招聘してユニバーサルデザインについて職員が学ぶ機会を設けるなどの取り組みを行い、その研修内容を踏まえて教室の環境整備を実践している学校もございます。次に2、教育人事権についてお答えいたします。今年度の教職員研修は、学び続ける教職員を育成し、枚方の子どもたちの生きる力を育むことを目標に、新規採用からの5年間の育成プログラム、管理職研修の充実、児童・生徒の国語力の向上の3点を重点項目として実施しております。中核市移行に伴い、今年度から本市で実施することになりました初任者研修では、少人数編成での研修をはじめ、模擬授業や実技研修、演習等も取り入れたより実践的な研修に加え、本市の文化財や公共施設を活用した研修を取り入れるなど、本市で実施できる利点を生かしたプログラムが可能となりました。また本市の指導主事が初任者に対して直接指導できる機会が増えたことから、一人一人の状況もより把握でき、初任者へのきめ細かな指導ができるようになりました。一方、課題といたしましては、市教育委員会での研修と合わせて校内での日常的な研修との関連を図り、より効果的な研修体制を作ることが必要であると考えております。次に、教育文化都市枚方を掲げる中での教職員研修の取り組みですが、今年7月に実施しました枚方市教育フォーラムを来年度も引き続き開催するなど、本市が取り組んでいる教育を広く市民に情報発信するとともに、本市の教育課題に対応した研修の一層の充実に努め、教職員の資質と指導力の向上を図ってまいります。佐藤市民安全部長。はい、3、住居表示についてお答えいたします。枚方市では昭和37年に成立した住居表示に関する法律に基づき、昭和39年4月1日に条例と規則を定めております。また国の定める基準をもとに、枚方市住居表示実施基準要項を定めて、これに基づき住居表示を付番しており、具体的には外区の一点を基準に右回りに順序よく付番していくことを基本としております。水野子ども青少年部長。4、留守家庭児童会室の運営についてお答えいたします。留守家庭児童会室の受け入れ時の安全確認につきましては、一人一人の児童に対し毎日の出欠をしっかり把握し、変更や急な欠席などは必ず保護者に確認をさせていただいているところでございます。また年度当初は学校の協力もいただきながら、児童が児童会室への等室になれるまでは安全に等室できるよう児童会室職員が迎えに行くこともしており、今後も引き続き学校並びに保護者と連携を図りながら、児童の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
川村行政改革部長。はい。審議会等、審議会委員等の選任基準についてお答えいたします。審議会等の委員の選任につきましては、枚方市付属機関等の設置等に関する規定におきまして、原則として在任期間を連続5期または10年以内とすること、また同じ委員が本市の複数の審議会の委員を兼ねる場合は3件以内とすることなどを定めているところでございます。在任期間については第三者の視点でより公平公正かつ幅広い意見をいただくため、また兼職につきましては委員がその都度精力的にかつ十分に職責を果たしうるようにといった趣旨から、それぞれ選任基準として定めているものでございます。岸政策企画部長。6第5次枚方市総合計画についてお答えいたします。基本構想は長期的な視点で本市の目立つ町の姿目標を示していく計画でございます。こうした中、本市の基本は住宅都市で、世代を超えて全ての市民が快適で住みよい町を目指していくことが必要であり、みんながつながり支え合う町づくりという考え方に基づき、世代を超えてみんなに優しい町というサブタイトルが用いられております。なお、この目指す町の姿は今後も基本計画策定に合わせて審議会においても引き続き検討が進められるものでございます。山本議員。これから2回目の質問と要望に移らせていただきます。まず枚方市の財政について、決算概要説明書で確認しますと、平成23年度末の臨時財政対策債を含めた地方債残高全体では983億円で、平成25年度末が968億円となっており、比較しますと約15億円の減少となっています。このような状況の中で、地方債発行額の抑制については、平成24年度、25年度で投資的事業にかかる地方債を優先的に発行抑制しているとのことですが、どの程度の発行抑制が行われたのか、また地方債の発行抑制について今後も実施していく方向か、合わせてお尋ねします。田村部長。地方債発行額の抑制についてでございますが、平成24年度と25年度の2か年でそれぞれ5億円の借り入れ抑制を行っており、また平成25年度では24億円の繰上げ償還についても実施いたしました。地方債発行額の抑制については行政改革実施プランに取り組み課題として掲げており、今後も市民ニーズに即した行政サービスを提供していくことを前提としながら、財政状況などを踏まえ検討してまいりたいと考えております。大和議員。臨時財政対策債について高槻市では平成25年度に発行可能額の半分を抑制されています。枚方市は本年4月に中核市になったわけですが、全国の中核市における臨時財政対策債の発行状況はどのような状況かお尋ねします。北村部長。はい。中核市における臨時財政対策債の発行状況でございますが、平成25年度決算では本市を含め43の中核市のうち10万円未満の端数調整を行っている自治体を含め、発行可能額とほぼ同額の借り入れを行っている団体が33団体となっております。山本議員。中核市の状況をお聞きしますと、平成25年度決算で実質的に発行抑制を行っている団体が43団体のうち10団体です。臨時財政対策債が増加してきている中で、交付税制度そのものが安定的なものであるとは考えられません。本市においてもぜひ臨時財政対策債の発行抑制について引き続き検討していただくよう要望しておきます。次に中核市での教育の取り組みについて、1、学力・体力向上の取り組みについての2問目、状況については、一定理解をしましたが、私が見学をしてきた教室では、そうした取り組みがまだなされていないようでした。教育委員会として、ユニバーサルデザイン整備が学力向上に有用であると捉え、研修でも行っているということであれば、より徹底いただくよう要望します。さて次に、体力向上の取り組みについて。先日、今年度の全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果が公表されましたが、大阪府の小中学生は男女ともに全種目で全国平均を下回り、全国順位も40位台にとどまるなど、厳しい結果となっています。枚方市の結果はどのようになっているのかお聞かせください。石田部長。はい。
今年度の全国体力運動能力運動習慣等調査結果につきましては12月に送付されてきました結果を現在分析中ですが、昨年度の結果では小学校5年生で長座体前屈50メートル走ソフトボール投げが男女とも全国の平均を上回っています。これに対し握力上体起こし反復横跳びの項目で大阪府の平均を下回っています。中学校2年生では男子で50メートル走が全国平均を上回りましたが、男女ともに上体起こし反復横跳びの項目で府の平均を下回っております。岩本議員。先ほどの質問で全国府と比較した結果については分かりましたが、単年度の結果だけを見るのではなく、市として3年、5年といった期間での比較も大切だと思います。経年で比較したときの枚方市の結果がどうであったのかお聞かせください。石田部長。はい。全国体力運動能力運動習慣等の調査が開始されました平成20年度から平成25年度までの調査結果を経年比較いたしますと、小学校5年生男子の20メートルシャトルラン、小学校5年生女子の50メートル走、中学校2年男子の20メートルシャトルランと50メートル走および中学校2年女子の持久走において少しずつではありますが、記録が上昇する傾向にございます。山本議員。はい、私も20年度、25年度の結果を拝見しましたが、ソフトボール投げやハンドボール投げなどの成績が落ちているように見受けられました。さて、これまでの全国体力運動能力、運動習慣等調査の状況を踏まえ、枚方市ではどのような体力向上に係る取り組みを行っていくのか、また今後の方向性についてお聞かせください。石田部長。はい。各学校における体力向上に係る取り組みといたしましては、体力向上推進計画を策定し、それに基づき日々の総合的な体力向上に係る取り組みを実践しております。例えば、小学校では体育の授業時間に加え、縄跳び習慣やマラソン習慣を設けるなど、継続的に一つの運動に取り組む場面を設定しています。さらに、教育委員会が主催する陸上競技大会や駅伝競争大会にも、全小学校が当日までの練習も含めて意欲的に参加することで、児童の体力向上に努めております。また、中学校では体育の授業のほか、主に部活動を中心に体育祭や球技大会等の行事への参加、行事への取り組みも含めて継続的な体力向上の取り組みを行っています。今後も各学校が運動することが楽しいと思えるような授業作りなど、児童生徒の体力向上に努めるよう指導し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成を行ってまいります。岩本議員。こうした結果を分析し、総合的に体力向上についてしっかり改善を図っていただくよう要望しておきます。次に教育人事権について、研修についてどのように取り組んでおられるかは分かりました。国語力は各教科の基礎となるものですから、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。課題として日常研修との関連が挙げられていましたが、市の中でやっていることですし、連携を強化してください。そしてフォーラムについてですが、私も今年参加しましたが、発信なのか研修なのか分からず、正直誰をメインの対象としたものか目的が分かりにくいものとなっていました。この点検証が必要と考えます。では教職員人事の後の2本の柱についてお尋ねします。私は枚方市の課題を主体的に捉え、戦略的な取り組みを進めていくには、研修だけでなく採用移動に関わる人事権についても大阪府から委譲を受け、枚方市が求める人材やぜひ枚方市で働きたいと考える意欲的な人材を採用していくべきだと考えます。府内ではすでに大阪府から人事権を委譲されている市町村があると聞いていますし、国においては教職員人事権について中核市に委譲すべきとの論議があるとも聞いています。大阪府と国の動きについてお聞かせください。石田部長。はい。政令指定都市を除く市町村立学校の教職員の採用、任命や移動などを行う人事権は、法令により都道府県にありますが、
大阪府においては平成23年6月に条例を整えるなど条件の整備を進め、希望する地区に人事権を移譲できるようになりました。これを受けて平成24年4月から豊能地区の3市2町が大阪府から教職員の人事権の移譲を受け、豊能地区教職員人事協議会を設立して独自に教職員の採用や任免などの人事を行っています。現時点で大阪府はこうした市町村への人事権移譲には一定の規模が必要であるとして、市町村単位ではなく地区ブロック単位での申し出があった場合にのみこれを検討するとしています。また国においては現在平成25年3月の閣議決定や4月の教育再生実行会議の提言を受けて、広域での人事調整の仕組みを構築する等の条件を整えた上で、中核市に対して人事権を移譲するという方向での議論が行われているところです。岩本議員。人事権移譲については一定理解をいたしました。さて、地域でボランティアをしている大学生数名と話をしていますと、教員を目指して勉強しており、将来はこの枚方市で先生をしたいと考えているとも話をしていました。思うにどこの町でもいいから先生にというのではなく、枚方の子どもたちに教えたいと考える人は他にもいるのではないかと思いますし、そうした学生を採用していくことで枚方の教育がもっと充実していくのではないかとも思うのですが、枚方市が人事権の移譲を受けるにあたって課題となることは何なのか、もう少し具体的にお聞かせください。岸田部長。はい。枚方市が人事権の移譲を受けるにあたっては、人材確保を含む諸条件を満たすことができる適正な規模を確保できるか、また特色ある戦略的な取り組みを進めていくために十分な給与財源も合わせて移譲されるか等が課題であると考えます。さらに市単独での人事権移譲を受けた場合には、移動は最大の研修であると位置づけて積極的に取り組んできました北河内地区ブロックや府内の他市町村との広域の人事移動交流がかなり制限されることも課題と考えております。人事権の移譲の検討にあたっては、こうした課題も踏まえ、枚方市の子どもたちの教育の充実という観点に立った見極めが必要であると考えています。岩本議員。教職員人事について、教育の充実という観点で見極めていこうとされていることは理解しました。しかし教育文化都市を枚方の都市ブランドとして掲げ、魅力あるまちづくりを進めていくというなら、教職員の人事についても積極的に移譲を受けて責任を持って行うべきだと私は思います。枚方市の学校の先生なのに大阪府が採用し大阪府が配置を決めているという、市民にとって分かりにくい仕組みから、中核市である枚方の先生は枚方市が責任を持って募集採用し育てるという形に改める方が分かりやすく理解を得られると考えます。今後さまざまな課題についてもしっかり検討して克服していただきたいと思いますし、例えば地区ブロック単位の人事権の移譲についても、北河内唯一の中核都市としてリーダーシップを発揮して地区7市をまとめ上げるぐらいの姿勢で積極的に取り組んでいただきたいと思います。次に住居表示について、住居が分かりづらい地区を地図で見ると、畑などが未開発され、その部分だけ違う街区番号がはめ込まれたような形になっています。例で言いますと、街区が1、2、3、4、5、6と並んで、その次に7、8と来るかと思ったら、19、20があって、その次7、8と、続くような形で、並んでいると、非常に分かりにくいところが、枚方市も何箇所かあるわけです。建物の並びの途中で唐突に街区番号が切り替わるため、初めて訪れる人にとっては大変違和感があります。住居表示が導入されて50年以上が経ち、度重なる開発などで住居表示の歪みが現れてきているのではないかと思いますし、住宅事情も変わってきています。住居表示実施基準要項を現状に合わせて見直し、また住居表示自体を不満し直す必要があるのではないかと思いますが、考えをお伺いします。佐藤部長。要項の見直しにつきましては、平成17年度に一部改正を行っております。この際に通常の住居表示の末尾に数字を加えることにより、住居表示を細かくつけるといういわゆる枝番表示を可能としております。議員ご指摘のミニ開発などで
住居標準の並びが複雑になる場合は、この枝板を付板することで対応していきたいと考えております。住居標準の付板変更につきましては、建物の所有者や管理者、占有者から申請があれば、要項に反しない範囲で住居標準の変更を可能としております。ただし、街区番号を変えるような大きな変更につきましては、居住者全員の同意と申請が必要となりますが、申請があれば対応していきたいというふうに考えております。山本議員。住居表示の変更は、転居と同じように、運転免許証や預金通帳など、さまざまな手続き変更が伴い、市民の方にも相当な負担があると思います。しかし、中には分かりづらい住所をそのまま使い続けるよりも、住居表示を変更したいと思っている方もおられると思います。住居表示の変更の際に必要となる諸手続きの一覧表を作成するなど、分かりやすいように準備されてはいかがでしょうか。また、住居表示の問題は、各市共通の課題だと思いますので、平成17年度の一部改正にとどまらず、今後も各市の状況を調査し、時代に合った住居表示を行っていただくよう要望とします。次に、留守家庭児童会室の運営について、安全確認に関連して、各学校で週2日程度開設されている放課後自習教室に参加してから、留守家庭児童会室に行く児童もいると思います。そのような児童も含め、放課後自習教室において、どのように児童の参加状況を把握されているのか、また安全確保についてどのように指導されているのかお伺いします。石田部長。はい。放課後実習教室では学習支援にあたるやるキングリーダーが事前に登録した児童の名簿をもとに参加児童の把握をしております。また放課後実習教室の実施に際しましては、校長会等を通じて小学校では午後4時半までに終了することや、児童の参加の仕方について周知するとともに、安全管理について徹底することなどを指示しているところです。引き続き、留守家庭児童会室との連携も含め、児童の安全確保に努めてまいります。山本議員。はい。同じ敷地内なんでですね、小学校45校、それぞれ形は違いますが、それぞれに合わせた形でしっかり安全確保、連携をしていただきたいと要望します。次に、市議会委員等の選任基準についてお伺いします。先ほどお答えがありましたように、本市では市議会委員の在任期間については、5期または10年までとすること、また同じ方が他の市議会の委員を兼ねることができるのは3件までとすることについて、はっきりと市の規定で制限を設けているとのことです。しかし、実態として、こうした制限を超えて就任されている例が散見されるというふうにも伺っているところです。これらの制限を超えて在任されている方や兼任されておられる方はそれぞれどの程度おられるのか、またそれはどのような理由によるものかお伺いします。川村部長。はい。現時点におきまして、5期または10年を超えて在任されている方は35人、また3限を超えて兼任されている方は12人となっております。そのうち医療の専門的知識が求められる審議会等の委員数は在任期間の基準を超える方の約8割に上り、その選任につきましては関係団体にご推薦いただくようお願いしているところでございますが、実情といたしましては選任基準を超える方を含めた形で何とか必要な委員数を推薦していただいておる状況にございます。この他の理由といたしまして、在任期間については、案件の審議途中で委員の任期満了となったため、さらに継続して就任いただく必要が生じた場合、また兼職につきましては、法令等によりまして、当該審議会への参画が規定されている場合などがございます。なお、これらの理由によるものにつきましては、本市規定の定めに従い、選任基準適用の例外として取り扱っております。山本議員。委員の就任期間については、事情があることも理解はしますが、せっかく作っておられる選任基準を恒常的に超えてしまうような実態があるのならば、そもそも選任基準とは何なのかという話にもなります。逆に言うと、実際にはこの選任基準に馴染まないような審議会もあるのではないかと思います。この際、選任基準通りに運用できるような形に、委員の選任方法を改めていくことも検討すべきではないでしょうか。また同じ方が他の審議会の委員を兼ねることについては、3限までとする基準の遵守に努められていることは分かります。しかし、これも実態として、3限の制限には引っかからないが、どこかの審議会で任期が切れた方を、また別の審議会でも登用されるといったような傾向が、本市においては強いように思われます。
公正かつ公平に幅広い方の意見を求められるということであるならば、審議会委員の選任においては、こうした点にも留意していただくべきだと思いますが、どのようにお考えかお伺いします。河村部長。審議会等の委員につきましては、審議における公平性や公正性の確保を図ること、また審議に際し、専門的見地からの意見等をいただくことで、当該審議会を円滑に運営し、行政目的を果たしていくという観点により、選任することが第一義と考えております。議員お示しのとおり、やむを得ず例外的な取り扱いとなっている現状もあり、柔軟に対応すべき場合がございますが、現行の選任基準につきましては、ただいま申し上げました観点に照らし合わせても、一定の合理性を有しているものと認識しております。今後におきましても、この基準の遵守を基本に、委員の選任に当たってまいりたいと考えております。岩本議員。審議会委員の選任については、改善を要望したいと、何らかの形での改善を要望したいと思います。質の確保と公平・公正性の確保というのは、両方はなかなか難しいところもあると思いますが、ヒアリングでもありましたように、これからどん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 厳しくなっていくという、その選任も厳しくなっていく可能性もあるということもありましたので、全国的な課題とはいえ、北河内や三市で情報交換をする、広げるなど、広域連携をするなどして対応をしていただきたいと要望しておきます。最後に第5次枚方市統合計画について、検討するということですので、見直しをぜひいただきたいと思っております。また昨日の梶谷議員の質疑にもありましたが、私自身、発展という言葉が持つ意味は、やはり現状より一層栄えていくというイメージになります。繰り返しの質問になりますが、この基本構想、試案でいう人口減少社会においても発展し続けるという表現の人口減少という右肩下がりの状況下における発展という部分が指す意味について確認させていただきたいと思います。岸部長。これまでの人口増加といった右肩上がりのサービスの充実、拡大の観点を発展として捉えるのではなく、人口減少が進む中にあっても、多様化、複雑化する市民のニーズなどを的確に捉え、市民満足の向上に向け、効率的、効果的な施策を展開し、魅力ある町に向け発展し続けるということをお示ししております。山本議員。この基本構想を改めて拝見した限りにおいて、枚方ならではといった特徴を持つ基本構想が策定されるということであれば、基本構想を策定する必要性は感じられますが、この内容であれば、先ほども申し上げましたが、ありきたりの内容で、基本構想を策定していく必要はないと考えますが、見解をお伺いします。岸部長。少子高齢化、人口減少という時代背景や、本年4月の中核市移行で異常を受けたさまざまな権限を生かした、今後のまちづくりをどのように進めていくのかといった観点から、長期的な展望に立ち、本市の将来像を見極めつつ、計画的な市政運営を行っていく必要があると判断し、平成25年3月に枚方市総合計画策定条例を施行したものでございます。条例では、総合計画は基本構想と基本計画の2階層で構成することなどを規定しており、本市といたしまして、試案にも記載しておりますとおり、総合計画市の最上位計画として策定したいと考えております。岩本議員。基本構想を策定するのであれば、私は必要ないと、このままであれば必要ないと思うんですが、策定するということであれば、枚方市の状況をしっかり分析し、これからの課題について余すことなく具体的に示し、作成をいただきたいと要望しておきます。以上で質問を終わります。これにて岩本裕介議員の質問を終結します。